おかえりなさい、あなた。あなたって、どなたですか？もう、何をわけのわからないことを言ってるんですか？あなたはあなたですよ。さっきの、旦那さんじゃないですか。俺が？今日のあなた、変ですよ。わかりました。いつものあれがなかったから拗ねてるんですね。あれ…おかえりなさい、あなた。ご飯にします？お風呂にします？それとも…わ…が…し？それじゃあ、先で…先にするんですか？ダメか。やっぱりダメだよな。いくらコスモスピアでも。そんなことありません。アウトさんが、さっきで、よければ。さっき、頑張って歌います。え？アウトさんが、さっきがいいって言ってくれたから、さっき、頑張っていっぱい歌いますね。ああ。あなたがいれば、私は幸せ。あなたの瞳見つめていたい。しかし、なんだってこんなに貧乏なんだよ。明日にでも倒れそうな家だし。もう、しっかりしてくださいね、あなた。あまりに生活が苦しくて全部忘れちゃったんでしょうか。さっきは歌手でしたけど、劇場が閉鎖されちゃって歌えなくなったから活動休止してるんですよ。あなたはさっきのボディーガード兼マネージャーだったから二人で稼ぎがなくなってしまったんです。なるほど、そういう設定なのか。それでアウトさんは職探しに行ってきたんじゃなかったんですか？そうだったな。その様子だと新しい仕事見つからなかったみたいですね。でもあまり思い詰めないでくださいね。さっきはあなたが納得して働ける職場の方がいいですから、じっくり選んでください。それに食べ物もチョコレートならあと2年分ありますから、しばらくは食べるのに困りませんから。どれだけ買ったんだよ。もっとバランスよく買えよ。ごめんなさい、さっきチョコには目がなくて、お店でバーゲンしてた時についお店の在庫を買い占めちゃったんです。マジかよ、貧乏生活にあるまじき行為だな。あなた、明日もまた仕事探しに行くんですよね。今日はもうお休みしましょう。コスモスフィアの中でも夜は明かせるんだな。さて、職探しとか言ってたけど、先の事情も知りたいし、町の方へ行ってみるか。開けてるな。あれ、玄海さん？先生！ん？君はなんだね、急に声をかけてきて。
いや、なんだかみんな怒ってるみたいだから気になって。怒ってる？ああ、怒ってるとも当然じゃないか。町の劇場が閉鎖されてもう何年経つと思ってるんだ。その間僕はずっと待ってるんだぞ。僕のアイドルサッキュンが再びステージに上がるの。そうともよ、俺だってもう限界だっつーの。うわっ、ゲンガイさんまで。ってか、さっきってそんなに人気なのか。あったりめえだ。サッキュンは国民的スターなんだぜ。みんなサッキュンの歌を待ってるんだ。それが劇場が開かなくなったから見られないなんてひどすぎる。僕は何度も自殺しかけた。先生、もういい。僕はもう堪忍袋の尾が切れた。今から劇場に抗議しに行く。おう、俺も一緒に行くぜ。いつまで閉鎖してるんだってな。ちょっと二人とも。ああ、行っちまった。しかし、さっきの人気ってすごいんだな。ほんと、みんなしてサッキュンサッキュンって腹が立つわ。今度はサラパトゥールか。お前はサキのことをあまり好きじゃないみたいだな。当たり前よ、彼女はライバルですもの。昔から彼女はサラピョンの邪魔ばかり。サラピョン。私のことを知らないの？なんてモグリなのかしら。希代の歌天使サラピョンとは私のことよ。キー、悔しい。劇場さえ開けばその実力の差を思い知らせてやることができるのに。サラピョンの歌声を聞けばサッキュンなんかよりよっぽど優れていることなんてすぐにわかるというのに。もう我慢できないわ。劇場に抗議に行ってくる。ああ、行っちまった。しかし、劇場は大丈夫なのか。やれやれ、あなたも抗議をしに来たのですか。まったく困ったものですね。あ、いや、俺は違うんだけど、さっきみんな劇場に抗議に行くって言ってたからちょっと心配になってさ。先ほどいらっしゃいましたよ。散々騒いで帰られましたがね。泣きたいのはこっちだというのに。どうして